もう外したらね、本当に見えないの。だからピンチかもって思ったらあった、入れてた。もう無意識、私の無意識で入れてたみたい。入れた記憶はなかったけど、多分昨日の夜もう眠さと戦いながらパッキングしてたから記憶がなかっただけだったみたい。ありがとう、私の無意識ありがとうって思って。よかった、マー君星10回ありがとう。目本当に悪い。だから眼鏡かけてたら本当に目がちっちゃくなっちゃうの、その度が強くて。だからあのメンバーと同部屋とかになったら笑われちゃう。今日もメンバーと同部屋なので、まだ同部屋のメンバー来てないけど笑われちゃうかも。もう今日眠すぎてさ、配信終わったらすぐお風呂入ろうと思ってるから、もう同部屋の子が来たら寝てるかも私。コーラさんトランペットありがとう。サッチーが今配信中にさやかりんさんとたくさん話したいって言ってたの。そう、今日は今日のお仕事サッチ担当ずっと一緒でした。サッチー嬉しい。え、今日のね、そう、終わる時間、カズサさんトランペット、ミーくんニャーニャーニャー、ありがとうございます。なんだろうなって、そう、サッチーと私の2人のお仕事で何でしょうね、何のお仕事でしょうね。また報告できる時が来たら言いますけど、一体何のお仕事なんだろうな。でそう、お仕事終わる時間が今日すごい絶妙な時間に終わって、16時、17時、16時とかに終わったから、そう、そっからもう何もなかったから。ヒューガヒョンさんニャーニャーニャー、ありがとう。そうだからちょっとこのあと一緒にご飯とか食べに行かないみたいな言いたかったんですよちょっと帰行かないみたいな言いたかったんですけどそう、お誘いしたかったんですよねそう、もう ここまで来てたすごい言ったみたいな話の流れで言った、今話してたけど、そう言いたかったんですけど、なんか16時って時間もあれだしそうちょっとどう誘いたいなって思ったんですけど、なんかもういろいろ考えちゃって、あ、このあともしかしたらどっか予定があるかもしれないなとかでさ、なんか先輩に誘われちゃったらさ、その断るのもなんかこう気を使わせてしまうかなみたいに思ったりして、あとなんか、あ、もう今日疲れてるかもなとか、
昨日寝れてなかったらきっと眠いだろうなとかいろいろ考えちゃって、本当にもうもうずっとぐるぐる考えてた帰り道隣に座ってたんですけど、ずっとぐるぐる考えてそう、もうここで止まっちゃった。なんかね、急に誘ってもなんか急にちょっとなんかあれかなって思って、あれなんか急に距離感急にって思われちゃったらちょっと、あ、って待ってそうなんですということがありましたね。でも実際そうじゃない？急にさ、なんか誘ってさ、あ、ちょっとあれ、え？って思っても断りづらくない？先輩に言われたら。ああ。そう。なんですよねという感じだったんですけど、でも今日いっぱいお話できました。ので嬉しかったですね。あ、サッチーとあれ撮ったんよ、ストーリーに載せるやつそう、インスタ、そう、なんかさ、私結構ストーリーめっちゃ上げてない？ちょっと楽しくてさ、今ちょっと上げることにハマってる。撮ったから今載せようかな、載せちゃおうかな。あ、そう、今日この後配信終わったら投稿します、コスプレ、それ、投稿します。あ、皆さん、私インスタを誕生日から始めて、誕生日昨日一昨日から始めてて、このまだフォローしてくださってない方いらっしゃったら左のねバナーから飛べますので、ぜひフォローして待っててくださると嬉しいです。なんかここさ、光具合がめっちゃ変、なんかめっちゃ白飛びじゃない？大丈夫そう？変なバナーって言われてる。ちょっと圧縮されたインスタのバナーがありますので、フォローしてくる、してなかったフォローしてくるって嬉しい嬉しい。じゃあストーリー載せちゃおう。待って、私ストーリーちょっと載せるのに時間がちょっとかかるの、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。インスタどこから飛べるかめっちゃ探しちゃいましたってそこの画面横のちょっと画面をピュッピュッって動かしたら左側にあるかな。
それか原田さやかで、原田清花で検索していただけたら出てくるかも知れませんわ。ストーリーシェア、いけた？いけてる？ちょっと文字が白くて読みづらいかもしれん。シェアシェアした。そう、ずらしたら左に。髪下ろしてる方がいいって本当？本当に？今日は編み込み、両編み込みして下ろしてます。なんかさ、ずっと私下ろす、ずっと下ろしてた、下ろしがちだったんだけど、最近は意外と結んだ方がいいんかもしれないって思って結びがちだったんだけど、ほんと下ろした方がいいかな。うん、よしとさん、なんだろうこれ、ハート、ありがとうございます。ハート、フォローしましたって、フォローしてきましたって、嬉しい。そう、髪伸びたよね。ニャーニャー言ってたって。そう、ストーリーかストーリーか分からんけど、周一さん俺の嫁、ありがとう。なんかあのストーリー撮るときにつけるやつ、猫ばっかりになってる。今見たら全部猫かも。なんか他のやつも見つけよう。今日雨だった。広島は雨降ってなかったから傘持ってかなかったんですけど、折りたたみはキャリーの中に入れてたけど、そしたらこっちに着いたらめっちゃ雨でびっくりした。そう、大雨だった。雨雨、明日ね、幕張でお話し会よろしくお願いします。楽しみ。コーラさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。あ、梅雨入り宣言、梅雨か、梅雨ですね。よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、明日よろしくって。嬉しい、いっぱい。始業式から行きます、待ってます。明日そう、始業式もあるんだよね、朝から。よろしくお願いします。なんかさ、ちょっと待って、さっきなんかね、もう出てるよね、明日の始業式。え、出てるよねこの情報は出てる。で、あー、出てた。そう、インスタライブもあるんやねって。そう、明日
業式の幕張メッセからオープニングセレモニーをインスタライブって、お知らせもあるから早起きしてねスペシャルだって。お知らせって何何にも知らないんだけど、今見た何お知らせって分かんないですけど、9時半から10時に明日ね来られない方もインスタライブあるようなので、ぜひ。ご覧くださいませ。スマホ撮影ありな。明日幕張メッセ周辺30度、本当に言ってる。本当に言ってるの。前日なのにメンバーも知らないのかって。え、私が知らんだけかもしれんどっか来てるかな今え、私は知らない私は知らん。私がなんか見逃してるだけかもですけど、知らないね。ドキドキ。髪がさ伸びたからまっすぐになるようになったこれぐらいの長さがさ、ちょっとこれぐらいの長さまではすごい跳ねちゃったりするの、癖が出たり。でもこれぐもうこの長さまで来たらそんな癖が出なくなるかもしれない。誕生日なので祝ってくださいって。おめでとうございます。おめでたい。双子座一緒だね。2日違いだ。近い。ヒータンと誕生日1日違い。昨日お誕生日だったね、ひめなちゃん。その19日に FM 滋賀さんのラジオで一緒だった。から
とうございますって、おめでとうございますって言い合いました。そう、写真も撮れた。昨日送ろうと思ってたけどバタバタしてて送れなかった。メールで送ります。寿司食いてえなあ。だって急にお寿司、いなり寿司今日食べた、さっき食べた、お弁当でいただいた、まだ残ってるけど、これも後でそうメールで送ろうと思って写真撮った。びっくりした。いっぱい蓋を開けたらいっぱいいなり寿司が並んでて、美味しかった。久しぶりに食べた。いなり寿司。高校生の時にお蕎麦屋さんでバイトしてて、そのお蕎麦屋さんでお蕎麦といなり寿司のセットみたいなのが、人気で、そのお稲荷さんを取って並べてとかしてたそれ以来かもしれん。私今日それ以来、それはないかな、さすがにどっかで食べたかな。もうあんま記憶にないから、もしかしたらそれ以来ぶりぐらいにいなり寿司食べたかもしれません。コーラさん音符10個ありがとう、ありがとう。みんなこの時間ってちょっと珍しい時間に配信しちゃったけど、何なう？私のストーリーさっき載せたやつさ、白い文字で書いてるからさ、文字読める大丈夫そう。なるほどね、こういう時はなんか文字の色を変えた方がいいんだ。よし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 。ご飯の支度なう、仕事なう、バスの中移動中なう、死亡はなう、エビフライなう、晩ご飯エビフライってことかな。夜勤なう、仕事終わって家なう。さっき広島から帰ったなう、死亡はでそろそろ職場出ようとしてました。帰宅直後
サッチー誘ってほしかったってよって本当本当え、それ伝えたの？ちょっとみんな伝え、え、伝えたってこと？え、なんてどう伝わったんだろう。え、ちょっと、え、伝えちゃった。うわ、そうなのか。え、誘っても迷惑じゃなかったのかな。迷惑じゃなかったのかな。あ、ちょっと断りたいけど、断りたいけどちょっと先輩だし、え、あ、ちょっと今日とかなんかいろいろ理由考えさせちゃったりしたら。めっちゃ申し訳ないって思って。そうなぁ、伝書バトル。ハトやったん。じゃあ今度は。え、でもありがとう。じゃあみんなのおかげで誘います今度。今からでも間に合うよ。今からもう19時になっちゃうよ。一緒に行ってくれるのか。みんな誘えるタイプ？自分から同期とかも誘えない人ですか？誘ってるかな私。誘ってる、誘うときは誘う。さやかちゃんとバーベキュー応募しました。ありがとう。バーベキューしたいね。そういえばお肉決めたって。あれ？お肉ギフトみたいないただいた。そう、ギフトの部位、お肉の部位。そう、あのあと母と話した。どれがいいと思うって話したら、なんか言っちゃっていいのかな。なんかさ、このあ、でもステーキとかだったら量がちょっとになっちゃうから、これにしたらいっぱい来るよとか言って、母が言ってた。
からいっぱい来るやつにするかもしれん。分からん、分からんけど。ヒルブライヤさん、ありがとう。主婦目線。そう、なんか そうらしい。なんだろう、ステーキとかのだったら何グラムとか量が違うのかな。でも分からん、まだ決まってない。さすが主婦って。でも私、何があったかな、すき焼き、すき焼き美味しそうって思った。すき焼き、すき焼き、やかりんに、あ、推しにしてもいいですかかと思ったら、推し編してもいいですかって。推し編、推し編。編がついてた。どなたからか、内緒にしておこう。まんざらでもない顔って。そんな顔してた。そんな顔してた。ちょっと、なんとも言えないね。明日はね、ツーショット会もありますね。制服でです。新制服、お話し会も新制服。しらすさん、星10個ありがとう。もう東京に来ました。一緒やん。私さ、明日は半袖かな。新制服ってどうなんだろう。半袖はいつも着てるんですけど、長袖ってあんま着たことなくて、あの新制服、長袖バージョンと半袖バージョンあって、結構違うんですよ。でも私はジャケシャとかの時、半袖のメンバーだったから、もうずっと何かで着るってなっても半袖だったから、長袖って本当にアーシャー撮影の時ぐらいしか着てなかったんだけど、今日お仕事で長袖の制服着て、なんか、あ、長袖もめちゃめちゃ
可愛いって思った。袖とかさ、ふわふわでさ、めっちゃ可愛いんよ。でも明日はどうか分かりません明日はもう半袖なんかな、季節的にも。どうなんだろうか。え、でもめっちゃ可愛かった。なんかノースリーブみたいなの中に着てノースリーブなのかな、袖がないなくて白くてリボンがついてるの着て、そっから上から羽織るって感じなんですけど、可愛かったな。ノースリーブ制服、そうね。だからその上の上着を着なければノースリーブとしても一応あることはあるんですけどそれでどっかに出たりすることは多分ないでしょうね。多分うなぎもあっての制服だと思うのでフフフ。でも分からんね、もしかしたらあるかもしれませんね、みんなノースリーブの日が。ソラハさんならありってそうね、ソラハさん、ソラハさんのさ生誕 T シャツ、あの告知されてて見たらノースリーブで書いててめっちゃ面白かった。面白かったです。ヒルプライヤさんありがとう。T シャツにノースリーブの絵が描いてるのってすごい斬新で面白い、最高ですね。あのアルバムのなんだろう、メンバー全員がさ載ってる本みたいなのついてたじゃないですか。なんて言うんだろうあれ、フォトブックみたいな。ブックレット？ファーストアルバム、懐かしい明日の。どこに書いてるんだろう。フォトブックかな。あ、フォトブックそう、 A タイプのついてるんですけど、あれも長袖制服着てた。あれめっちゃ良かった。そう、アーシャと同じ日に撮ったんですよね。アーシャの前に撮った。あれめっちゃ良かった。みんな可愛くてめっちゃ可愛いって、もう
1ページ1ページ言いながらめくって見てました。ようちゃんさん、トランペットありがとう。裏話をすると、あのフォトブックの撮影先にしたんですけど撮影して、その後アーシャ撮ったんですけどアーシャ撮る前にちょっとだけメイクを落とされましたちょっと多分あれかな、目のメイクが濃かったのかな。だからフォトブックの時よりアーシャはナチュラルになってるかもしれませんね。そう、でも難しいよね、アーシャ撮影の時って。ラメとかついてたらさ、ゴミみたいに見えちゃったりとかあるからね。そう、同じ日に撮った。アーシャ、あ、そう、毎年私アーシャをおじさんに評価してもらうんですけどでもまだその見てもらってない。お正月に毎年会うから、その時にそう、今年のアーシャはどうでしょうかって言って、だからまだお正月まで分からんな。またお伝えしますね、評価を受けたら。去年1個前、2023年のアーシャは2022年のよりいいって言われたあれどうだろうな、今年ちょっと不安かも。お年玉お年玉で、ね、ちょっとどうしようかね。そろそろあれかもね、19歳のふりするのきつくなってきたかもしれんね。うん、めっちゃ高めツインとかでお正月帰省しようかな19歳だよって。10代だからまだお年玉もらえるかな
25歳ですけどもらってますって。お、じゃあいけるかな。じゃあ25歳までいけるかしら。一年で一番お正月の時期が好きって今言おうとしたんだけど、この流れで言ったらお年玉がもらえるから好きみたいな理由になっちゃいそう。でもお年玉抜けにしてもお正月の時期が一番好き。空気感がいいよね。でも私もそろそろね、甥っ子くんにあげなきゃいけない立場になるよね。箱根駅伝見るって、うん、ついてるかも。テレビついてること多いかも。じいちゃんおばあちゃん家とか行ったらこたつに入って見ますね。コーラさん星10個ありがとう。じゃあ今日はこれぐらいで終わろうかな。明日に備えて。備えましょう。あったー。おー、ちょっと不安定すぎるよ。不安定だよ。もういいや、手で持とう。不安定な場所から。でもさ、最後まで持ってくれてありがとう。不安定だったけどびっくりさせちゃったね。びっくりした。失礼いたしました。危ない危ない。じゃあ壇上を読もうかな。この後インスタグラムで投稿投稿しますけど、なんか緊張する。なんかストーリーはもう慣れた、だいぶ慣れたけど緊張するので、ちょっと緊張するな。どうしようかな。投稿します。はじめから手で持ってしたらよかったかもね。それじゃあ壇上を読ませていただこうと思います。タタタタン。13位よしとさん、12位いっこうさん、11位みーくん、10位やんかーさん、9位かずささん、8位ようちゃんさん、7位ひゅうがひゃんさん、6位ゆずきちさん、5位しらすさん、4位まーくん、3位しょういちさん、2位ひるぶらいやさん、
そして1位コーラさんです。大丈夫かな。ありがとうございました。頭痛いの大丈夫かな。そして明日吉の方は恋してカープさんです。おめでとうございます。それじゃあ明日は幕張メッセでお会いしましょう。楽しみ楽しみ楽しみ。それじゃあね、もうお風呂に入っちゃうのでドービアの子が来たらもう私は入浴中かも。それではカメラ目線バイバイ。おお、ちょっと早めだったけどありがとう、話してくれて。今週も平日だよね、金曜日、平日お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。バイバーイ。グッドナイト。